始まりました奈良自慢チャンネル。今日は壊れたおもちゃのようにやっております。イエーイ。ということでね、今回勝手に紹介スイーツ編、奈良自慢のスイーツめちゃくちゃあるんです。もう厳選しちゃいました。本来なら128ありました。煩悩より多くありましたね。ただ今回10点盛りゲットさせてもらって、ちょっと分かりやすくまた今日も紹介しようかな。和と洋でグラフにしてますし、ゴージャス、見た目シンプルでグラフにさせてもらいました。お土産とかにも実は持ってこいのものも紹介していきます。まずはそうですね、真ん中からいきましょうか。天平はもうめちゃくちゃ奈良で有名な、言うたらどら焼きですね。奈良ではどら焼きって言わないですよ、三笠焼きって言うんですよ。この三笠って若草山やったり春日山やったりをこう見ながら和菓子屋さんが考えて発明したどら焼きです。どら焼きの発祥、それを今でも食べれるこれ三笠焼き、これめちゃくちゃ有名なんで、ここにど真ん中に置かせてもらいました。まあもう完全に和ですよね。他にもね、いろんなことやってるんですよ。僕らね、レギュラーも見てくれてる人は、恵方巻きでロールケーキなんかもこの天平庵さんですから、こういうちょっと洋にもよったものも出してくれてるよと。で、このお菓子の登場、ケーキ屋さんです。ケーキ屋さんですが、これグッと寄せてるのは何かって言ったら、酒粕を使ったケーキなんかも出してくれてるんですよ。しかもこれなんで和に寄ってるかね、知ってますよね。愛されるよりも愛したいマジでね、動物強くですが推してるケーキ屋さんでございます。お菓子の登場。そしてグッと上行きましょうか。天玉堂、奈良の名物クズ、そのクズを使ったスイーツなんか結構置いてくれてます。クズを入れたソーダみたいなのもあったりね、サイダー、クズサイダーとかもあったりとか、ちょっと思考を凝らしてね、和にも寄ってるんですけど、洋にもちょっと寄りながらやってくれてるんですよ。ちょっとここは、ほんまはここら辺置きたかったんですけど、ちょっと置けなかった。で、もう和に寄りすぎてるやつ、この菓子屋さん。これすごいんですよ。ここの会員だったら、自分のオリジナルの家紋を入れてくれたりするんですよ。これ、実はすごいのが、春日大社とかにもお供えしてるお菓子屋さんです。めちゃくちゃ正直、美味しいです。ちなみに言ってますけど、この黄色が僕ら食べたことあって、白が食べたことないということでさせてもらってます。この菓子屋、これはかき氷も結構おいしい。夏のかき氷ぜひ食べてもらいたい。僕抹茶嫌いなんですけど、ここのかき氷の抹茶めちゃくちゃうまかったです。そしてちょっとこっちに寄っちゃいましょう。このゴージャスなのからちょっとこっちに寄っちゃいましょう。見た目シンプルなのが小太郎さん、聞いたことないと思いますが、実はたい焼き屋さんです。しかも昔ながらのたい焼き屋さん、一丁焼きっていう、一個ずつ気持ち込めて焼いてくれるね。普通お料理たい焼き食う時でも 4つぐらいいっぺんに焼くでしょ。1匹ずつ焼いてくれるんです。すごい、この海なし県で1匹ずつね、これ大注目です。そして団子賞、これも奈良の人だったらめちゃくちゃ知ってます。中岡さん、ロッチの中岡さんもめちゃくちゃ好きな、このきびだんごじゃないですね、きなこだんごのお店、めちゃくちゃうまいです。正直行列になってたりもすることあります。すごい美味しいおだんご、これもう完全に見た目はもうシンプルなんですけど、めちゃくちゃうまいです。そしてこうやってちょっと下行きましょう。今流行りのお店も実はいち早く、今タピオカってもう流行ってるから定番になりつつあるでしょ。その前から実はお店出してあります。キードットさん、タピオカ屋さんなんですけど、僕タピオカちょっと苦手なんで、うちの仲間が食べた感想、食べるっていうの、飲むっていうの、うちの、カメラマンカットゥーはもう休みの日ほぼ毎回行くぐらい好きなんですよ。でチーズ入れるんだって。普通に ローストウーロンティーちょっとすごいいっぱい種類があったんで、すごいいろいろあるんですよ。それもめちゃいいですよね、はい。そしてここパン、
こっち行きますわ、ゴージャスのガトードバーガー行きますわ。あのチョコレートケーキ、これ世界大会で優勝してます。そしてここちょっと変わり種、バンバビビ、あの綿菓子なんですけど、梅酒を使った綿菓子とかを使われてるんです。でラペ酒ね、これまだ怒ってます。これあのみんな食べましたけど、僕白にしてる、なぜか。あのそれはレギュラーの方のやつも見てください。当たる。抜群にうまいと言われてるんで。ということで今日もお時間が来たようなので、バーッラペ酒買ってこい。